お待たせしました。それでは、定例会見を始めさせていただきます。最初に知事から、発信をお願いいたします。はい、本日5点、報告をさせていただきます。まず1点目、ですけれども、新型コロナウイルス関連です。大阪府において、自宅待機あるいは自宅療養されている方が基本的には保健所とやり取りをするんですが、どうしても保健所とやり取りがなかなかこううまくいかない、あるいは連絡がつながりにくい、特に感染急増期に、そういったことが起きることがやっぱりあります。でそういった時に、大阪府において、この SOS センター、これを設置をいたします。大阪府自宅待機者と24時間で緊急にサポートするというセンターを設置をいたします。でこの設置をするということについては先週ですかね、報告させてもらいましたが、その運営を開始いたしますので、その報告をさせていただきます。11月5日の金曜日、今週の金曜日の午前9時から自宅待機者等の緊急相談についてですね、24時間対応するサポートセンターの運営を開始します。正式名称は大阪府自宅待機者等24時間緊急サポートセンターという、ちょっと長いんですけど、通称を略して自宅待機 SOS と、分かりやすいように自宅待機 SOS というサポートセンターを設置をいたします。今使うことはもうないとは思いますけれども、この第6波に備えた措置ということになります。まずどういった相談内容があるか、どういった対応するかということですが、大きくは2つです。1つ目は特に保健所業務が非常に逼迫します。当然これから保健所も、これまでも保健所はそれぞれによって強化してきているわけですけれども、それを超える感染の波は当然想定しなければなりません。その保健所の業務の中でですね、どうしても保健所からの連絡がない、あるいは連絡が取れないという場合にのセーフティーネットとして役割を果たします。なのであくまでも主体は保健所です。これはもう感染症ですから主体が保健所になります。感染症の指定が外れれば別ですけれども、感染症二類相当で今進めている、国家として進めている以上ですね、これについては保健所が当然主体になりますが、どうしてもそこで連絡取りにくいという場合のセーフティーネットとしての役割を果たします。そして宿泊療養の予約も、直接宿泊療養の方に搬送も含めて、もう予約や搬送も含めて、やっていくということもやります。ですので保健所がこう連絡して健康観察する頃にはもう宿泊療養所の中に、ホテルの中にいるという場合もこれは出てくる、感染急拡大時にはあり得る話にもなってきます。また健康相談等を実施をいたします。でもう一つですが、今大阪府で最も力を進めていますが、できるだけ早く早期治療介入をしていこうというのが今の方針です。今の方針というか第4波以降、この夏に向けて第5波もそれでかなり力を入れて乗り越えてきた部分があります。できるだけ早く入院であったり、できるだけ早く治療をして、治療の介入をして重症化を防ぐと、一人でも重症化を防ぐと、そうやって病院の回転率も上げていくと、これからは病院だけじゃなくて、第5波の最中にもやりましたが、ホテルの中で抗体カクテルの治療をしたり、往診で治療したりと、できるだけ早く対応するということに力を入れて今進めてます。外来なんかもまさにその典型です。その中で自宅療養者の中も、じゃあ結局患者でお医者さんの診察を受けたいという場合だったり、あるいは抗体カクテルのどこで治療をやってるんですか、それを受けたいんですけどもというような、そういうことを知りたい場合に直接医療機関を案内をします。もちろんこれ保健所がやることも想定してますし、第6波に備えてはもう検査医療機関でやろうということもこれやってますが、合わせてもう一つのルートとして、この自宅待機 SOS においても連絡をいただければ、その抗体カクテル療法の案内等々も含めて行います。で電話番号ですけども、0570-055221ということで、ここに通話とちょっと語呂合わせてるんですけど、0570-0そしてここに通話をということで、55221ここに通話と、通話ということで覚えていただけたら、ここに通話です。0570-0のここに通話と。で24時間の対応いたします。前日です。前日24時間対応です。そしてですね、中身先ほど簡単に申し上げましたが、まずは保健所から連絡が取れないような場合、
陽性判明日から2日程度を想定していますが、2日程度経ってもまだ保健所から連絡取れない場合、だいたい保健所というのは重たい方を中心に病床極めて逼迫してきて急増期になってくると、保健所はできるだけ重たい人の命を救おうということで、どんどんそっち側の力が入っていきますので、逆に言うとこれを多分利用される方は軽い方であったり、家族が自分も陽性になって、濃厚接触者で陽性で無症状なんだけどとか、多分そういった方の方が主流になってくるのかなと思います。そういった方で、実はホテルに入りたいんだけどという方もたくさんいらっしゃると思いますので、感染急拡大時においてなかなか保健所が連絡が来ない、あるいは取りにくい場合についてはもう直接、宿泊療養を希望されるのであれば、ホテル8400室準備してますので、そちらの方に案内をしていきます。それからパースオキシメーターなんかもこれ保健所を通じて全てに発送してますが、やはり保健所との連絡が始まらないとパルスオキシメーターの送付も始まらないので、もうここでもダブルになる可能性ありえますが、パルスオキシメーターも連絡があれば配送します。それから簡易繁殖ということで、これも3日分ぐらいになると思いますが、もうこれも被る可能性が出てきますけども、簡易配食で配っていくということになります。結局その今でも自宅療養者の方に保健所から連絡があって、この配食支援をしてますが、それもスタートはやっぱり保健所で、保健所の連絡が始まらないと配食はもちろん来ないわけですから、配食のシステムは出来上がってるんですけど、入り口部分がボトルネックになるとなかなか来ないということになるので、もうその入り口部分でこちらも配食を希望があればどんどんプッシュ方式で送っていきます。そして特に夜間休日、保健所が閉庁時、保健所も24時間で電話を受け付けてますが、やはりどうしても人手がということになってきますので、そういった夜間休日において健康相談をします。緊急の往診の手配も、お医者さんの手配、往診事業者に引き継いだりとかですね、あるいは日中であれば訪問看護師を手配するというこの治療体制についても夜間休日でやっていきます。それから保健所とはちょっと関係なくてですね、いや保健所とはあれなんですけど、医療を受けたいんだというような方もこちらに連絡いただければ、オンライン診療であったり外来診療、外来診療とか往診とか、あるいは抗体カクテル療法をやっている医療機関を案内するという紹介もしていきます。なので早期治療介入という目的が大阪府の一番大きな方針として進めてますので、そのためにもこの自宅待機 SOS に連絡していただければ、この医療機関先も紹介をさせていただきます。あくまで保健所のセーフティーネットという役割ですけれども、できるだけ早く治療につなげるということもやってまいりたいと思いますし、治療が必要がまだ必要がないというような軽症や無症状若い世代の方にもですね、この健康状態の確認であったり、あるいは宿泊希望される方も多くいらっしゃると思いますので、家族に移したくないので宿泊を希望するけども保健所がちょっと連絡が遅いと、前日は軽症で無症状なんだけど、自分は軽症無症状なんだけどという人なんかもいらっしゃると思いますが、そういった方はこちらに連絡してもらえば、どんどん手配もしていきます。保健所のセーフティーネット機能、保健所を主軸としながらも、そのセーフティーネットの役割をこの自宅待機 SOS で図っていきたいと思います。次お願いします。バスタクシー事業者が感染症対策を強化した場合の支援策についてです。本日から受付を開始いたします。申請期間ですが、11月2日から本日から今年の12月28日までが申請期間になります。補助の対象の事業者ですけれども、大阪府内に事業所あるいは営業所がある路線バスの事業者であったりタクシー事業者が対象になります。法人個人問いません。そして対象の車両ですけれども、このバス路線バスやタクシーの車両が対象事業になります。で、何を補助するのかということですけれども、2つありまして、1つは車内において感染対策を実施した場合、感染拡大を防止するための備品や設備を設置したときにその補助を行います。例えば運転席と運転席以外の座席をこう隔離する仕切りであったり、あるいはそのサーモグラフィーであったり、車両の中の抗菌処理であったり、 CO2 モニターセンサーですね、それから空気清浄機とか、あるいは低オゾン発生装置とか自動消毒液の
噴霧器ですね、そういった感染対策のための設備備品については補助をいたします。補助率は10分の10ですから全額補助になります。でキャッシュレス化、もう一つ二つ目です。キャッシュレス化に対応に必要な設備ということで、この QR コードリーダーであったりバーコードリーダー、IC リーダー、モニター、Wi-Fi などの設備式、キャッシュレスをするためにお客さんと直接現金を手でやり取りする必要なくキャッシュレスで決済するための設備についてもこれは補助の対象といたします。次お願いします。補助額等ですけど補助率は10分の10になります。ですので全額補助です。で補助の上限額がバスについては1台あたり20万円タクシーについては1台あたり4万円になります。この対象備品 の設備購入費設置費が補助の対象になります。そしてもうこれを似たような制度で国から補助を受けているあるいは市町村から補助を受けているもの設備については対象外になります。二重での補助はいたしませんので、その国や市町村から補助を受けていない設備備品が対象になります。対象期間ですけども遡りまして今年の4月1日から今年度の初めから今年度いっぱいまで来年の2月あすみません来年の2月28日ですね3月じゃなくて2月28日までに、その車両等に設置したものです。支払い等も含めてを完了した備品設備が対象になります。この備品設置については来年の2月28日までですけど申請そのものについては今年の12月28日までですのでここにはご留意いただけたらと思います。12月28日までに申請しておいていただければそして その後備品が送られてきたり購入して設備したものも対象になりますが来年の2月末までに設置を完了をお願いしたいと思います。申請方法ですけどもパソコンでもできますしスマホでもできるようにしました。簡易な申請方式を採用してますので、ぜひオンラインで申請いただけたらと思います。この方が審査がスムーズにいきます。もちろんパソコンスマホを使ってない方もいらっしゃいますので、郵送の申請も可能ですけどもできるだけ迅速な審査のためにオンライン申請をお願いしたいと思います。詳しくはこのホームページを作ってますので、ぜひそこを見ていただけたらと思います。こちらが大阪府でも問い合わせ先設置をしてますので、詳細不明な点はこちらの方に連絡をいただければと思います。次お願いします。児童虐待防止についてです。11月は児童虐待の防止推進月間です。これは毎年行っていますが11月は児童虐待防止推進強化する月間になります。この府内の全ての首長がこの私今日も着てますけど啓発ジャンパーこのオレンジの啓発ジャンパーを着て啓発活動を行ってまいります。それ以外にも市町村とかあるいは関係機関協力団体と連携しながらオール大阪で広報啓発活動を展開をしていきます。また去年の4月から子どもの体罰というのが法律でも禁止をされています。体罰等によらない子育ての推進について社会全体で取り組んでいきたいと思います。また虐待かもと思ったら189いち早くに連絡をお願いします。このいち早く189のこれも随分周知はされてきましたけどいち早く189について、さらに周知をしていきたいと思います。どういったことをするかということですけども、こうやって首長がさまざまな場面で広報周知するだけではなくてですね、新たにこのデジタルサイネージによる広報啓発ということで京阪電鉄さんがご協力をいただきました。京阪電車の一部車両の中にですね、このデジタルサイネージでのこのオレンジリボンキャンペーン児童虐待防止のこの周知のコンテンツを流していただくということになっています。また一部駅においても京阪の駅においてもご協力そのデジタルサイネージでご協力をいただきます。児童虐待防止月間だということでこの広報啓発活動にご協力をいただきます。それからガンバ大阪の東口選手によるメッセージ動画とこれも
試合の時にですね、デジタルサイネージ等で放映もさせていただきます。そしてラジオ放送を FM 大阪の番組内で啓発をしたり、あるいはオレンジライトアップということで、大阪商工信用金庫の本社ビルのフェニックスモザイクであったり、岸和田城であったり、まあ、府内各地であのオレンジのライトアップをして、啓発活動をしてまいります。またあの LINE 相談ですが、これまで LINE 相談というのは週2日平日と土曜日に行ってましたが、11月の月間についてはあの全ての日において相談を行うということにしております。ですので、ぜひこの LINE 相談もご活用いただけたらと思います。毎週火曜日と土曜日をこれまでやっていたわけでありますけれども、11月については毎日実施をするということになります。あのご相談がある方はですね、ぜひこの LINE 相談を活用していただけたらと思っています。次お願いします。自転車のマナーアップについてです。自転車マナーアップ強化月間、そして駅前の放置自転車のクリーンキャンペーンということで今月実施をいたします。月間の重点措置としては、あの自転車 この交通ルール遵守とか、あるいは放置自転車の追放もありますが、最も力を入れていきたいというところが、自転車のヘルメット着用の推進について、この月間について力を入れてあの啓発活動をしていきます。まあ、スローガンとしては、自転車も、まあ、車と一緒と、その責任、どこ行くの連れて行ってね、ヘルメットと、これヘルメットの着用を推進していきます。ちょっとだけみんなが困るその放置、まあ、スローガンもそれぞれ掲げながら、この自転車のマナーアップ、そして交通安全について周知をしていきたいと思います。次お願いします。なぜそれをするのかということなんですけども、自転車の交通事故が非常に多く、またその中でお亡くなりになられている方、事故でお亡くなりになられている方も多くてですね、その数というか割合が非常に、頭部損傷が最も多いということになっています。自転車の交通事故件数ですけども、全ての交通事故の死者数の中の約 20% が自転車による死亡事故になっています。これは死亡事故です。そしてまず大前提として、全ての交通事故の中での自転車事故は 30% ぐらいあります。ですので、全体の交通事故、まあ、車社会ですけれども、実は3分の1が自転車の事故、自転車が絡む事故になっています。そしてその中で死亡という最も大きな、被害として大きい、お亡くなりになると、これは避けなければいけない事故なんですけども、このお亡くなりになられた全死者数401名の中で、自転車でお亡くなりになったのが91名、約 23% いらっしゃいます。でそのうち、自転車の死者数の 70%、 62名が頭部損傷です。つまりヘルメットをしていれば守れたかもしれない命が失われているという現状です。ですのでヘルメット着用というのをぜひ進めていきましょうということです。万一の場合に頭部を保護しますから、被害を軽減します。ですので、ぜひこの自転車に乗るときは、年齢に関わらず全ての方がヘルメットを着用をお願いしたいと思います。ただとりわけ高齢者の方のお亡くなりになる事故も多くなってますので、高齢者の方は、まあ、条例でも定めています、努力義務として定めてますが、ぜひ高齢者の方はヘルメットの着用をお願いします。次お願いします。そのキャンペーンの中身についてですけれども、阪海電車にですね、オリジナルのヘッドマークをつけた PR 電車、PR 列車を走らせます。自転車マナーアップ号という、この阪海電車の境トラム、この電車の中にですね、この電車の前のところに、顔になるところにオリジナルヘッドマークとして、これの自転車マナーアップというのを取り付けをいたします。ここに出てくださっている方は、斉藤幸乃さんという非常に有名な方で、鉄道ですね、タレントの斉藤幸乃さん、鉄道にも非常に詳しい方ですが、この PR 電車に実際に乗って、そして自転車の交通安全を探す様子も動画で作っていますので、そういった配信もやっていきます。11月30日までこの自転車マナーアップ号については、阪海電車天王寺駅から浜寺まで走る阪海電車で運行していきます。でこのヘッドマークつけるだけじゃなくて、
この自転車マナーアップ号は全ての広告が自転車マナーアップのポスターで、統一していきます。1枚目のやつ戻せますかね。これですかね。このポスターが、まあ、自転車マナーアップ号の中の、まあ、広告として、まあ、全てこの広告を貼るというそういった列車を走らせるということになります。3つでお願いします。でもう一つ、先ほど申し上げた動画配信ということで、このマナーアップ号に乗った斉藤幸乃さんが自転車のマナーについていろいろこう教え楽しんだ画像の中でゆるキャラなんかも出ながらそういった啓発をする動画を撮ってくださってますので、それも11月15日から30日の間、この YouTube 大阪府交通対策協議会チャンネルで配信をいたしますので、ぜひ見ていただけたらと思います。次お願いします。最後です。大阪子どもの夢、応援事業、昨年もやりましたが、ギネスに挑戦するというものです。子どもたちが、多くの子どもたちが参加してギネスに挑戦すると。昨年はオンラインでおにぎりを作る人数最多記録というので、ギネスに挑戦し、それの達成をいたしました。今年もその第2回ということで行っていきます。今度は SDGs ギネス世界記録にチャレンジということで、この SDGs の達成に向けて社会課題に紐づけたテーマにいたします。そしてそれを子どもたちが世界記録に挑戦するという中身です。これは公民連携手法を用いてさまざまな企業団体と協賛をしていただいて実現しています。費用もこの企業団体から出していただいてますので、協賛企業の皆さんには感謝を申し上げたいと思います。2025年の大阪万博の機運醸成も図っていきたいと思います。まあ、目的ですけども、まず子どもたちの成功体験です。子どもたちが成功体験を持って、こういったことをやれば成功できるんだという、そういった機会をどんどん作っていきたいと思います。そして子どもたちのやり抜く力と、まあ、困難があってもやり抜く力ということの要請と、もう一つは次世代の育成ということで、このテーマとしてもこの環境ゼロカーボンということをテーマにした子どもたちがギネスに挑戦するということになります。中身ですが、 YouTube で環境サスティナビリティレッスンのライブストリームを視聴した最多人数ということが挑戦内容になります。ちょっと分かりにくいんですが、何をするかというと、この脱炭素に関するセミナーを10分以上放映をしまして、そしてその瞬間の視聴者数の最多人数でギネスに登録する、世界記録に登録するというものです。まあ、風職員等による環境セミナー、これはお天気の有名な蓬莱さんも参加していただきますけれども、このセミナーのことをやりながら、そして振付師の茜さんですね、高校で、このダンスの非常に素晴らしい指導者の方ですから、この指導者の茜さんにも協力いただいて、大阪 SDGs ダンスのレッスンをそこでやります。そういった放映をいたしますので、その瞬間視聴者数の最多人数でギネスに挑戦するというものです。次お願いします。でその視聴者に小学校1年から6年生の方は2000人を先着するんで、ぜひ応募していきますので参加をお願いしたいと思っています。挑戦当日については YouTube でライブ配信を実施をいたします。また後日ですけども、読売テレビで地上波でも一部放送を構想していただく予定です。合わせて府内小学校で出前授業も実施します。第2回 SDGs ギネス世界記録チャレンジということで、日程は来年の1月16日日曜日12時から15時です。これはリアルタイムでのオンライン参加っていうのがギネス挑戦の条件になってますので、オンライン参加になります。リモートでオンライン参加形式です。そしてライブ配信をしていきます。で地上波放送は多分後日です。当日かな、後日だと思います。後日です。で参加対象は小学1年生から6年生に参加してもらって、2000名に先着順で応募いただきたいと思っています。11月2日本日から応募を受付を開始いたします。申し込み方は特設ホームページから応募ですけど、まあ、こちらの QR コードを読み込んでいただいても応募できるようにしています。この記録挑戦先立ちまして、出前授業を実施していきます。11月、今月と来月12月に、環境関係
環境についての教育プログラムの出前授業をします。また先ほどの中にありましたけど大阪 SDGs ダンス、あかねさんにやっていただく、その練習、それの出前授業をやりたいと思ってます。開催予定としては府内の小学校、複数の小学校で実施をしていきます。実施の市町村ですけど12市町の21校ですね、学校数ですけど21校、府内の12市町の21校で実施をいたします。この主催は大阪名鑑執行委員会で、共催は大阪、また先ほど申し上げた協賛企業、多くの企業の方にご支援をいただいて、このギネスにチャレンジと第2回、コロナ禍の中でオンラインを通じたチャレンジになりますけれども、ぜひ多くの皆さんに、多くの小学生に参加してもらいたいと思います。で、僕からは以上です。知事からの説明は以上でございます。それでは順番に質問していただきますので、また挙手をいただけたらと思います。私の方で指名させていただきます。それではどうぞ。幹事社から。共同通信の井上です。飲食店への実証実験が先月の29日で終了したかと思うんですけれども、もし可能でしたら、どういった方、どれくらいの方が参加されたか、いや、浮き彫りになった課題等ありましたら教えてください。はい、10月25日から29日まで、この飲食店でおけるワクチン検査パッケージの実証実験を実施をいたしました。これはコロナから南を、復興するアキンドの会という、南の皆さんの飲食店を中心にした南の皆さんのご協力を得て実現することができました。改めてこの南の皆さんに感謝申し上げたいと思います。期間中に大きなトラブルはありませんでした。で、実績ですけれども、参加者については774名の方に参加をいただきました。うちですね、この抗原検査を実施した方については416名です。陽性者の方はいらっしゃいませんでした。ですので416名以外の方はワクチンであったり、PCR 検査を事前に行っていただいた。ただ半分今日はそれはないということで抗原検査を実施された、ということになります。それからコロナ追跡システムに登録いただいた方は228名、です。3分の1ぐらいが登録をいただいたということになります。そして大阪府からこれに協力していただいたお客さんに対してマスクの贈呈をいたしましたが、マスクの贈呈をさせてもらった人が535名、いらっしゃいます。今後国からも、これは国主体の検査、国と大阪府で共同してやっている実証実験でもあります。国からもこの加盟店に協力に応じてくれた12店舗に対して店としてどうでしたかということの聞き取りのアンケートをやる予定です。またこのコロナ追跡システムで把握した方に対してはネットでもアンケート、メールアドレスこちらで分かりますので、そのご協力もお願いをしております。また紙媒体でアンケートに協力していただいたお客さんも いらっしゃいますので、その中身については集計中です。11月にはですね、さまざまなこの最終報告ということを取りまとめて、公表もしていきたいと思います。また国において個別のエリアごとの公表はないとは思いますけれども、国においても全体としていろんな府県でやってますから、統合した形での何らか この発表というのはされるんだろうと、されるとも聞いています。大阪は大阪府で独自にどういう状況だったかということは発表させてもらいたいと思っています。以上です。よろしいですか。そしたら他の社の方手を挙げてください。では読売新聞。読売新聞の太田です。先ほど、実証実験の件で関連してなんですけども、結果についてお話をしていただきましたが、知事として結果を見られてどういった印象を受けたかというのと、何か課題みたいなものは感じられたものというのはありますでしょうか。ちょっと課題についてはこれからだと思います。アンケートを今回収をしておりますので、それを見ないとなかなか課題まではまだ見つかってない、それを見て分析をするということになります。ただ非常に多くの方も参加いただきましたので、この日数としてはそれほど多くない日数ですし、平日という日程の中で、約770名、800名近くの方に参加いただきました。今後このワクチン検査パッケージをどう広げていくのか、あるいは飲食店で広げれるのか、広げるとしてもどういう条件になったらやっぱ広げていくのかというのは我々は考えなきゃいけないと思ってますので、そういった意味で店側にとってどれぐらい手間があったのか、
お客さんにとってどのぐらい手間があったのか、そういったことも分析をしていきたいと思っています。またこれでどこまで感染が防げるかというのはもうちょっと正直なところ多分比較資料がないのでなかなかわからないということになりますが、ただワクチンをしている人ですから、ワクチンをしている人は他の人にうつしにくいというのはこれはイギリスのオックスフォード大学の調査でも出てますので、そういった意味ではもちろんワクチン2回接種している人としていない人と比較すると他人にまずうつしにくいというのもこれはあるでしょうし、合わせて、この検査で陰性が確認されている人ですから、検査していない人と比べればもちろんこれは他人にうつしにくい、そういった意味でより安全な飲食の場であることは間違いないと思っています。その程度は分析しにくいですけれども、そういったことであることは間違いないと思っていますので、これをどう展開していくのかっていうした方がこれはもちろん感染がある程度広がっている時期でも店にこう時短要請とかお酒の提供自粛とかっていうこの強い制限はしなくとも、こういったやり方でこのウイルスと共存ができないかということは考えていきたいと思っています。その中で障壁になるのがやっぱりどのぐらい手間がかかるのかということもやっぱり障壁になります。他のこれ商売としてやってるわけですから、いかにこうスムーズに改善すべき点がないかどうかも含めてですね、考えこの分析をしていきたいと思っています。また抗原検査で実施した方の数も結構多いので、今後ワクチンが十分行き届いていない状況の中で実施するのであれば、こういったこともやっぱりいろいろ考えていかなければならないんじゃないかな、そういうふうにも思っています。ここはいずれにしてもアンケート等で出揃った段階で、今度大きく展開するときにできるだけスムーズに展開できるように、分析をしたいと思っています。と言って発表事項なんですけども、大阪府路線バスタクシー感染症対策強化支援なんですけども、改めてですね、この路線バスタクシーで感染対策を行う必要性に関してお願いします。これは公共交通機関ですので多くの方が利用されます。ですのでやはりそのドライバーの方の感染対策というのは非常に重要だし、そういった意味でこの運転席と運転席以外のこう一定の遮断であったりとかですね、この感染対策というのは非常に重要になってくると思います。なのでもちろんこのバスであればこの車内での この空気清浄であったり、さまざまな対策ですね、も重要になってくると思います。だから公共交通機関であるこのバスタクシー、不特定多数の人が利用し、かつ密室空間になりやすいと、これからさらに冬場になりますから、なかなか窓をずっと開けっぱなしというのはしんどい時期になってきますので、非常に狭い空間で密室になりやすいところでもありますので、ここで感染対策を徹底していただきたいと思いますし、それいただいた場合には費用がかかるわけなので、その費用については10分の10で補助しようと、そういうことです。より感染リスクを下げながら、やっぱり社会経済を動かしていきたいという思いの中での政策になります。よろしいですか。そしたら次の方。じゃあ今手が上がった大阪日日新聞さん。大阪日日新聞の椎葉です。発表事項のところの、自宅待機者の、緊急サポートセンターのことについてお伺いしたいことがあります。まず1点ですが、5日から、スタートするということですけれども、これの規模感、大体どういうふうな感じなのかというのをまずお聞かせください。もう俺当初解消時ですね、今もほとんど陽性者いませんから、もうかなり少ない人数でのスタートになります。で、非常にこの制度で重要になってくるのが、ここに連絡したけどもなかなか連絡がつながりにくいという事態は避けたいと思っています。なので可変的なセンターにする必要があります。なので最大では500回線を確保できるぐらいの大規模なセンターにしようと思ってますが、最初から500回線今引いてもならない電話で座って待ってて、そこで税金をずっと使うということになってしまいますので、このコロナ対策どの場面でも難しいんですけど、感染が多い時と少ない時の差が激しすぎるんですね。だけど多い時にはきちんと対応しなければならない。そこが不十分だったらやっぱりこれは問題が生じる。でもこれはすごく増えてすごく減る、そういうところもあるので、この可変性に対する迅速の対応、非常になかなか厄介なところあります。ただここはやっぱりそういう中で対応していく必要があるので、最大については
500回線で開始時は5回線から進めていきます。ですので、まあ、今は5回線にやですのでですけども増えれば当選ここは増やしていくという仕組みになります。まあ、そこのところがそこがどこまでこ うまくできるかが肝になってくるだろうと。いろんな宿泊療養施設もとかいろんな制度はかなり補強してきましたので、あとはファーストコンタクト、そしていかに早く誘導していかに早く治療を受けてもらうか、ここを追求していくべきだと思ってますので、この SOS センターが連絡つながりにくいぐらいの感染爆発はこれ起きるかも分かりませんが、その中でもやっぱり500回線ぐらいまでは増やせれるように、準備をしていきたい。そしてまず最初は5回線から始めます。昨日も感染者7人ということなので、ほぼ900万人都市にしたらほぼゼロに近い状態ですから。ただ今後これから売買ゲームで増えてくるかもしれませんし、これも誰もわからないので何とも言えませんが、増えた時でも対応できるようにそういうSOS センターにしたいと思ってます。500回線のですね、根拠っていうことなんですけれども、これはやはり第4波第5波、数的には5波の方が多いんかな、だと思うんですけど、そこら辺の最大数になったとしても対応できるというふうな意味での500回線なんでしょうか。これ部局で最大限どのぐらい確保できるかということで500回線確保できれば十分対応できるだろうと、これまでの波であれば十分対応できるという想定をしています。あと追加でありますか。部局追加することありますか。500の、はい、根拠、はい、すいません、健康ログなんですけれども、契約する業者さんの方からも500回線ということで最大取れるということでお聞きしましたので、一旦最大規模ということで契約させていただいているところでございます。まあ、500回線というのはめちゃくちゃ多い回線数ですから、まあ、そこまでならないとは思いますけれども、僕が部局にも指示したのが、ここがつながらないということに ならないようにする回線を十分確保してもらいたいということで、この間進めてきて最大500回線ということになります。もちろんかけた瞬間にプープーとなることがこれゼロじゃないかもしれませんが、何度かけてもつながらないとかっていうのは絶対ならないようにということ の指示をしてますので、その中で最大確保できるのは500回線ということです。これで最後なんですけども、単純にこの保健所のところのですね、窓口とか回線を増やすことではなく、改めてセンターを作ることのメリットというのはどこら辺ということでしょうか。これはもう保健所についてはそれぞれ当然政令市、それから中核市が管轄をしています。で、政令市中核市管轄じゃないところについては大阪府が管轄するということでやってまして、保健所を強化するというのが主軸だと思ってます。それが主流であり本論です。で、これについてはこれまでもやってきました。特に大阪市の保健所が陽性者数が非常に多いですから、松井市長の下でそれまでの大阪市の保健所から随分とこの強化をしたわけですけれども、今後さらにどんな波が来るか分かりませんので、そういった意味では最初保健所のファーストコンタクトがどうしても遅れる可能性は考えなきゃいけない。で、特に遅れやすいのがやっぱり軽症の方ですね。リスクの低い方が遅れやすいんです。ただそのリスクの低い方でも、例えば確かに若い世代で、症状も非常に軽い方としても、例えば家族に移したくないとか、できるだけ早く宿泊療養に入りたいんだけどっていう人に対する連絡が少し遅れて、宿泊療養にちょっともう日にちが過ぎたからやっぱりやめときますということも実際はありえるわけですから、実はあったわけですから、そういった意味ではそういった方も安心してこのコロナの感染者としても早く例えば宿泊療養に案内するとか、あるいは今抗体カクテル外来でもできるようにしてますので、軽い方でもできるだけ早く治療を受けられるようにするとか、そういった保健所の、ある意味セーフティーネットの役割を果たす機関をが必要だという判断で今回の自宅待機 SOS を作ったということです。あくまでも主体は保健所だと思っています。だから保健所の中でカバーできればいいし、これがほとんど連絡が来ない方が本来としてはいいんだろうと思いますが、いざという時のための府民の皆さんこのコロナ対策の策として作ったということです。よろしいですか。じゃあ次の方手を挙げてください。じゃあ今手が挙がった ABC さん。 ABC テレビの辻村と申します。
すみません、以前に出ていったら恐縮なんですけれども、実証実験の関係で今回飲食店のことをされましたけれども、ライブハウスに関することもされるというふうに言及されていたかと思うんですが、現状どういうふうに考えられているんでしょうか。これ11月12月にやる予定ですよね。今日程調整をしてます。なので11月12月になってくると思います。2カ所でやる予定です。日程調整してますけど、おそらく12月に開催になるんじゃないかというふうに思ってます。ここライブハウスさんとのやっぱりいろんな調整事がありますので、そちらで対応します。ありがとうございます。あとワクチン接種の関係なんですけれども、10月末を過ぎまして、今、ホームページとかで公開されている数字ですと、大体、7割弱ぐらい全年齢で受けられていて、その中で、若い世代の方とかだったら5割程度というところ の、 数字になっているかと思うんですけれども、そのあたりの、10月末を受けてのワクチン接種率についてのお考えをお願いします。ワクチン接種自体は比較的順調に進んできているというふうに考えています。で、ワクチン対象、12歳未満を除いたワクチン対象となる人口で見ると、もうすでに 80% を超えているという状況です。だからワクチン対象の方も 80% は受けているという状況です。で、1回目が 80%、 2回目が 74.9% 昨日現在です。で、ちなみに1回目の方を受けた方は2回目は必ず受けますので、我々は1回目の接種の方を重視をしています。もちろんワクチンの効果とすれば2回接種受けて、そこから2週間で抗体ができますから、2回接種受けて、約1週間でから2週間で抗体というのが、医学的に治験では証明されている分野なのですけども、1回で終われている人はほとんどいませんので、なのでワクチン接種はよくメディアで2回目の接種の報道もそういう趣旨でされている場合も多いと思いますが、我々は重視しているのは1回目の接種の方がどのぐらいに達するかということです。その 2、3 週間後には必ずその数値に達してきますので、そういった意味で1回目接種を重視していますが、先ほど申し上げた通り全体で 80.9% で、65歳以上の高齢者は 90% です。 90.1% で、中心値を取ると40代、ちょっと我々の世代が70% ですね、約 70%、 今日現在で 69.8% ですけど、これは増えていきますので、もう 70% を超えてくると。で、50代から65歳、僕らよりちょっと上の年代の方がおおむね 80% です。20代、30代が 60% です。12歳から19歳も本日現在で 59.3% ですから、30歳から39歳で 63.6%、大体もう 60% 超えてますので、この若い世代の方も 60% 以上の接種率になるというふうに思っています。あとは大阪市の登録方法が1週間ずれて登録されてきますので、それに対する上乗せがあるということと、集団接種はなくなりましたけども、個別接種で一部まだ11月の上旬までは1回目もやるということになってますので、そこでさらに数字としては増えてくるだろうと思っています。まだワクチン接種を受けられていない方、集団接種、大規模接種会場は閉鎖しましたが、市町村の個別接種はまだやってらっしゃるクリニックもありますので、ぜひそこで希望の方は早く受けていただきたいと思います。で、これが過ぎてしまうと、もう次12月から3回目接種に入ってきますから、ワクチンを受ける機会がなくなってしまいます。ですので受けたいと思った時に受けられなくなる可能性があるので、11月に入って個別接種まだやってるクリニックさんありますので、ぜひそこで希望の方は早めに受けていただきたいと思います。全体のワクチン接種の率という意味では、もう対象年齢でいくと 80.9%、 80% 以上になりましたので、比較的順調なワクチン接種、順調というか高い割合だというふうに僕は思っています。よろしいですか。では次の方いらっしゃいますか。挙手願います。質問のある方、質問ある方一度手を挙げていただけますか。お一人でですね。あ、二人。あ、もう一問ある。あ、
もう一度本棚 ABC さん、ごめんなさい、続けて。すみません、続けて質問します。万博の関係で1点だけお伺いしたいんですけれども、12月11日にドバイ万博の方でジャパンデーがあるかと思うんですけれども、現状で大阪府の方で何かされることがもし決まっているものがあれば教えていただけないでしょうか。今現在は計画中ですので決まったものはないですけれども、基本的には僕も松井市長もそこに出席をして、大阪関西の魅力、さまざまなパレードであったり、あるいは出展、これは実施をしていきたい、その中身は今詰めているところです。僕は松井市長も、出席してですね、非常にいい機会だと思ってますから、誘致活動、招生活動を現地で、やりたい、と思ってます。よろしいですね。そしたら最後、はい、フリーの横田はじめですけども、リニアの大阪延伸がですね、大幅に遅れる恐れがあるという視点でお伺いしたいんですが、川勝平太静岡県知事はですね、トンネル工事について JR 東海の方式だと住民の理解が得られないと、で当分トンネル工事認めないということで、当分膠着状態が続いて、川勝さん当選したばっかりなんで、4年近くこの状態が続く恐れがあるんですけども、こういう現状認識をどうご覧になっているかということと、それを受けてですね、例えば、南アルプスのど真ん中を、トンネルを掘るんじゃなくてルートを変えると、迂回するということも川勝知事言ってるんですけども、そういう、大提案の提案をするお考えがあるのかについてお伺いしたいんですが、静岡県とそれから JR 東海で、この協議をじっくりとしていただいて、解決をしてもらいたいと思います。現時点で何かルート変更を考えているというのもありません。4年間近く膠着状態が続いて延伸が遅れという現状認識、は持たれてないんですか。膠着状態がそういうふうに続かないようにですね、丁寧な協議を迅速に行ってもらいたいと思っています。あと川勝知事が問題にしているのはですね、熱海の土石流の7倍の盛り土がリニアのトンネル工事で出ると、で、国レベルでですね、盛り土に関する規制強化が必要だということも訴えているんですが、この規制強化の必要性についてはどうお考えでしょうか。盛り土については盛り土の問題として当然今大阪でも対応していきますし、対応してまいりたいと思います。リニアの工事、それからもう静岡の事情については、もう静岡県と国、そして JR 東海でしっかり協議してもらいたいと思います。で、全国的な規制強化の必要性についてはどうお考えでしょうか。盛り土に関して、それは国で決まったことについて大阪としてしっかり進めていきます。あと大震度法の改正の必要性はどうお考えでしょうか。大阪に伸びてくるときにいずれ、トンネル工事で、地上の地権者、住宅地が、損傷を受けると被害を受ける恐れが、調布の外環道の工事と同じように生じる恐れがあると思うんですが、大震度法を、見直す必要性はどうお考えでしょうか。トンネル工事については、もちろんこれは安全に進めていくのが、科学的な基準に基づいて安全に進めていくのが当たり前の話ですので、その基準に基づいて進めていきます。最後、リニアに関連してですね、高速に移動する手段が果たして、これから環境に配慮するべき時代で適切かという視点でですね、大阪万博の目玉の空飛ぶ車についてなんですが、これは1人当たり その移動距離のエネルギー消費量が地上を走る車よりも明らかに多いんじゃないかと、環境に優しくない資源浪費型の車移動手段ではないかと見えるんですが、知事のお考えをお伺いしたいんですが、空飛ぶ車については、災害時においても活躍できるという側面もありますし、今ない移動手段ですから、そういった意味では万博時において空飛ぶ車で、そして、最初は湾岸上で海上であったり河川上になると思いますけども、そこで、海で、兵庫、神戸と大阪なんていうのは海で行けばもうひとっ飛びですから、非常に近いし、瀬戸内の島々 も非常に綺麗ですし、関空も海にありますから、関空と夢島も海上でつなげると、その途中にはモズ古市古墳群もあると、非常に素晴らしい日本の景色であったり、その観光という側面でも非常に有効な手段、いざという時の災害時にも有効な手段、新しい技術として日本にとって必要なものだし、これは有効なものになるというふうに思っていますので、着実に進めていきます。
そういう特殊な用途ですね、ちょっと観光と質問をちょっとあと1回でちょっとまとめてもらえますか。特殊な用途、医療とか災害とかですね、観光、であれば、資源浪費型の空飛ぶ車でも使用する価値はあると思うんですが、一般的に環境に優しいイメージを与えるのはおかしいんじゃないかと思うんですが、その環境に優しい、かどうかの視点についてはどうご覧になっているかをお伺いしたいんですが、どのような移動手段でも環境に優しいものをこれから目指していくというのは当然であって、車だって最初はガソリン車から始まってですね、環境に優しいものを目指していこうと、もともといろんな飛行機やなんやといういろんな進歩的な移動手段もどんどん進化をしながら進めていますので、進化するこの中で当然環境というのも考えて当然開発をし、そしてその後も環境問題については考えながら進めていくということだと思いますが、新しい技術にチャレンジしないという理由にはならないと思っています。はい、ありがとうございます。とりあえず今ので出尽くしたということでよろしくございますでしょうか。他の社の方特にございませんか。それでは、これで会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。